パパです。だいぶ動画をですね作ることを、サボってたわけじゃないんですけど、ちょっと3月はね、会社の決算だとか人事とか本当にね、いつもにも増して忙しかったんで、ちょっと一段落したんで、これはですね、焼酎のロックですね、中ジョッキでガッとやります。実はこれはですね、シュピゲン、前も動画であげたんですけど、シュピゲンのタフアーマーですね。これ非常にですね、自立スタンドがついてたり、そもそもこの、とにかくタフだと、ビルスペックに準じてですね、めちゃくちゃこうタフで、これでいろんなとこね、山登り行ったり、あとは水遊びしたりして、何せiPhone7 が防水ですから、非常に防水プラス、隅っこ強化と、この辺がされててですね、でしかもカメラがいいでしょ。で非常にこれ良かったんですけど、実はちょっとガラスのね、これ見えないかもしれないけど、ここにですね、わかりますかね、なんかね、ここら辺落としちゃってですね、ひびがガーッと入ってですね、ポロポロまでは来ないんですけど、ちょっとねエッジが立っちゃって危険な状態になっちゃったんで、耳切っちゃったら終わりなんで、ちょっとガラスの張り替えをしようと思ってですね、ヨドバシでいろいろ検索してましたら、ついでエレコムでですね、あれこれいいなっていう iPhone7 プラスのカバーも見っかったもんですから、ちょっと一緒に買っちゃったんで今日届きました。ちょっとですね、ご紹介したいと思います。まずこれがですね、エレコムのゼロショックですね。色は見た通りイエローです。これちょっと見たらですね、僕もあまり実は細かく読まないで買っちゃったんですけど、ちょっと開けてみましょうか。こうですね。それでね、これは先にこう言っちゃうんですけど、フィルムも入ってますね。これフィルムがですね、衝撃吸収フィルムって書いてありますけど、3層構造なんですって。で、貼るとですね、気泡が目立たなくなるですね、そういうエアレスタイプっていうふうに書いてありますね。これがですね、新しい。確かにね、これ見るとこう四隅にこうダンパーがついてますね。今までのシュピゲンのタフアーマーもですね、ダンパーはついてるんですよ、目立たないように中に入ってるんですけど、これはより一層ですね、タフさをアピールしてるっていうか、逆に攻めに出てるようなダンパーですね。中はですね、ハニカム構造になってて、これはシュピゲンと大して変わんないということですね。これは取れるのかな？取れるね。こんな感じで、これもシュピゲンと同じですね。でね、これガラスのフィルムがですね、割れちゃったって、言いましたけど、基本的にこれガラスフィルムはね、消耗品と考えてるんで、僕 iPhone、 初代 iPhone からずっと使ってる人間なんですけど、1年に1回ぐらいはですね、このフィルムちょっと傷ついたぐらいでもうすぐ貼り替えてます。これはもう消耗品って考えないと、いつまででも貼っててもしょうがないんで、中を比較するとですね、こうかな、こんな感じですね。こっちシュピゲンがですね、こうなんていうの、スパイダーマンの柄みたいな、こんな感じになってるのに対して、エルコムはですね、こういうハニカム構造が細かくついてますね。で、大きな違いはですね、シュピゲンこれ穴開いてるんですね、サムホールみたいに。で、エルコムは当然開いてないですね。これが大きな差です。あとはですね、ボタン、オンオフのボタンで言えば、シュピゲンはこういう面でタッチするタイプに対してですね、エレコムはこういう突起が出てますね。こっちの方が使いやすそうな感じ。ボリュームボタンとサイレントボタンについては、シュピゲンに関してはこれもやっぱりこう面で押すタイプに対してですね、エレコムに関してはこうボタンが飛び出てるタイプ、そういう大きな違いが見て取れます。それぞれですね、一流メーカーが作ってるんで、大して
まあそういう構造に関しては違いはないんでしょうけど、ちょっとこの穴っぽこがない分ね、違和感はあるかと思います。ちなみにこの鉄のプレートは僕の車にですね、まあ、ナビ代わりに使ったりするんで、ちょっとマグネットにつけるためにベースをつけてます。それだけです。じゃあですね、フィルムこれ選んだんですね。これもね、エレコムですね。これはちょっと今、新しい iPad 買ったんですよね。まあ話どうでもいいけど、後で紹介をいたしますが、これもね、エレコムでゴリラガラスって言われてるやつですね。よくね、スペック的には細かいことよくわかんないんですけど、とにかくまあおすすめだと、まあ、いうことなんで買ってみました。まあ実は細かいね、内容が混んでてますが、いちいち説明するのめんどくさいんで、まあ、よく見てください。ただあえてね、ちょっと言いたいなと思うのは、ガラスということで割れちゃいけないんで、コードがですね QH って書いてありますけど、非常にこれこういったガラスフィルムの中でもですね、最も高いコードを示しているようなので、まあ、本当はもっと高いのあるんかもしれないですけどね、あんまり高すぎるとね、貼るときにパリって割れちゃうんで、こんなもんが限界だそうです。ちょっとこれでですね、貼ってみたいと思います。あ、なんと一発でいけたようですね。まあ、こんなの一発でいかなくちゃいけねえんだろうけど、 OK、 一発でいけましたね。若干ねこれ見ると分かるんだけど、以前貼ってたやつはこういうふうに白くなってんですね。ただ新しい方はもう全部透明、フルで透明で、でやっぱりですね、内側に少し一回り、これがエッジギリギリまであったんだけど、こっちは一回りこうちっちゃくてですね、エッジを残してますね。多分ね、角が割れないような工夫だと思います。んで新しいのはめてみましょうかね。裏にカバーをつけると、こうか、こんな感じですね。新しいタフアーマーからですね、これはゼロショック、なりました。まあ当然中身はね、変わってないですね。 iPhone 7 Plus ですが、見た目が大きく変わりましたね。多分ここがね、この穴っぽこがね、ストラップをつける穴なのかなって思うんですね。多分ですよ。ただ今まで何て言いますかね、タフアーマーの時はこのスピーカーのとこがね、開いてなかったのが、まあ、これが開いたんで、多分ね、すごくいいクリアな音が今後聞こえるんじゃないかなと思います。まあ、実際こればっかりはね、落として割れる実験はできないんで、まあ、こんなもんなんですけど、まあ、ちょっとこれを使ってみようかなと思います。エレコムのね、ゼロショックのご紹介でした。